富安武洋は日本のプロサッカー選手、プレミアリーグアーセナル FC 所属、日本代表、ポジションはディフェンダー。もともとは水泳をやっていた二人の姉の影響で自身も水泳を始める予定であったが、祖母の家のランニングマシーンで遊んでいる時に転倒しやごを負傷したため水泳を始めることを断念した。その後小学生の頃に少年サッカーチーム、 三地区キッカーズの総監督が目を見張るスピードで走っている富安の姿を偶然目撃、富安の知り合いの父母にあの子を何とかキッカーズに入れてくれんと依頼し、父母からチームに勧誘された富安は結果的にサッカーを始めることになった。11歳の時2009年に開校したバルセロナスクール福岡校のコーチに勧められ入会し、小学6年生になると ナショナルトレーセンに選出され、地元では広く知られる存在になった。バルセロナスクール福岡校のコーチはトミアスを FC バルセロナに推薦したが、小学生をスペインに連れて行くのは難しく、話は立ち消えとなった。しかし後に18歳でアビスパ福岡の主力選手として活躍できたのはその時の経験が活かされているからだと語っている。 中学生からアビスパ福岡の下部組織に入団。ジュニアユース時代は3学年ともキャプテンを務めた。中学3年生時には飛び級でアビスパ福岡のトップチームの練習に参加するようになる。2015年5月19日、高校2年生ながらアビスパ福岡に2種登録され、同年10月の天皇杯3回戦の FC 町田、ゼルビア戦で、 高校2年生の時に公式戦デビューを果たす。2016年、高校卒業を待たずに、高校3年生の時、アビスパ福岡のトップチームに昇格。セカンドステージの第3節 FC 東京戦でボランチとしてプロデビューを果たすと、その後はディフェンスラインのレギュラーに定着した。2017年3月19日、J2 第4節のロアッソ熊本戦で、 プロ入り初得点を記録。2018年1月8日、ベルギー一部の新トトロイ VV に移籍することが発表された。J1 リーグの競合クラブも獲得に興味を示していたが、強い海外志向により、億単位の移籍金を残して海外移籍することになった。5月13日、プレイオフ級説のロイヤルアントワープ FC 戦で移籍後初出場を果たした。 2018から19年シーズン7月18日に行われた開幕戦のサークルブルフヘッセンでフル出場でリーグ戦初出場を果たした。11月25日第16節の RSC アンデルレヒト戦では遺跡後初得点を決めて勝利に貢献した。12月ドイツ一部のベルダーブレーメンが 遺跡金600万ユーロでオファーを出したが、シントトロイデン側は少なくとも遺跡金1000万ユーロを求めていたこともあり、オファーを断った。リーグ戦終了後に、クラブのサポーター団体、スパイアンコップゲールブラオによるシーズン最優秀選手に選出された。2019年7月9日、セリエボローニア FC への完全遺跡が発表された。背番号は14。 8月10日、新善試合のビジャレアル CF 戦でヘディングダウンを決め、ボローニャでの初ゴールを記録した。8月18日、コパイタリア3回戦の AC ピサ1909戦で公式戦デビューを果たした。8月25日、セリエ A 開幕戦のエラスベローナイフ C 戦で右サイドバックとしてリーグ戦デビューを果たしそのプレーに多くの賞賛の声が上がった。ガゼッタ氏は、 新生ベスト5に選出。A、トークスポーツが発表した、今期のヨーロッパのワンダーキットトップ20で、ジェイドン、サンチョや、キリアン・エムバペが名を連ねる中10位に選出された。9月12日、ボローニャは8月のクラブ月間 MVP に、ロベルト・ソリアーノやリカルド・オルソリーノを抑え、トミアスが選出されたことを発表した。12月15日、セリエ A 第16節。 アタランタ BC 戦にて遺跡後初アシストを記録。2020年7月18日、第34節 AC ミラン戦で、左足のミドルシュートで、セリエ A 初得点を記録した。シーズン通して、右サイドバックや、センターバックとして、先発出場を重ね、7月には、コリエレ・デロス・ポルト氏から、ヤ安は、黄金の選手。 死に者ミハイロビチ監督にとってなくてはならない選手と評価された。シーズンオフには AC ミランから正式に獲得に向けてのオファーが届いたがボローニャに残留することを決めた。2021年8月31日、アーセナル FC に移籍することが公式発表された。背番号は18番を着用する。同年9月11日、ノリ知識戦で、 先発起用されプレミアリーグデビューを果たした。10月8日、アーセナルに加入して9月の活躍が評価され、チームの月間最優秀選手に選出された。2016年7月1日、リオ・コリンのトレーニングパートナーに選出された。10月、AFCU-19 選手権のメンバーに選出。10月17日、第2戦のイラン戦では、センターバックとして、 無失点に抑えて、中山優太と共に安定したディフェンスを披露した。10月30日、決勝の U-19 サウジアラビア戦でも、日本のピンチを抑えて初優勝に貢献した。2018年8月30日、キリンチャレンジカップに挑む日本代表に初招集され、10月12日のパナマ戦で先発して、日本代表初出場を果たした。 10代での日本代表デビューは2012年の宮四助以来でセンターバックの選手としては史上初となった。2019年1月 AFC アジアカップ2019のメンバーに選出。1月9日、初戦のトルクメニスタン戦でスタメン出場し大会最年少での出場を飾った。1月21日のサウジアラビア戦ではコーナーキックを頭で合わせ、 同大会トルクメニスタン戦の同案率の記録をさらに上回り、アジアカップの日本人最年少ゴールを2週間足らずで更新した。準決勝のイラン戦では CB でコンビを組む吉田麻也と共にイランのエースのサルダルアズムンを完全に抑え、長友優都から絶賛された。この大会、最年少ながらレギュラーとして遺跡金が急騰するような活躍を見せたが、決勝で カタールに敗れて、準優勝となった。2019年9月、W 杯アジア二次予選のメンバーに選出。9月10日、アウェーのミャンマー戦で、スタメン出場し日本代表のセンターバックとしては、コシダ・タケシ以来39年ぶりの20歳での W 杯予選デビューとなった。劣悪なピッチコンディションの中で、チームトップとなる95本のパスを成功させ、こぼれ玉ダッシュ数3回。 シュートブロック2回、クリア数3回を記録するなど、守備面での貢献度は絶大であった。また、ミドルサードでのプレイ数もチーム1位となる126回を記録しており、幅広いエリアを的確にカバーしていた。その他の試合、ありがとうございます。